モジュール型戦闘艦、満載排水量8000トンの大型ステルスフリゲート。英国は CCP の香港民主化弾圧、英国との約束を一方的に保護にする法改正、さらには武漢ウイルスで世界中に嘘を垂れ流し被害を拡大させたこと、さらに今年に入ってからはウイグルでのジェノサイドが米国により認定されたことにより CCP に対して厳しい態度に出ています。世論もジェノサイドには反応しており、対中姿勢は厳しくなっています。そのような対中国姿勢の効果に伴い、本年の春にでも派遣される英国空母打撃群については長期に派遣される可能性が高く、間もなく就役すると思われる26型フリゲート艦も戦力カゴが派遣されるのではないでしょうか。今回は満載排水量実に8000トンという大型駆逐艦並みの多用途任務対応フリゲート艦とでも言うべき26型フリゲートについて考察します。26型フリゲートは2016年に英国王立海軍が8隻を発注しております。26型は3つのタイプで提供できるようです。対空型、対戦型、汎用型の3種類です。英国海軍発注分の8隻は対戦型となります。タイプは3つに分かれますが、モジュール区画はそれぞれのタイプとも装備しており、3つのタイプに分かれつつもモジュールを変更することにより多くの任務に対応可能です。1番艦グラスゴーは本来は2020年中に引き渡しのはずでしたが、武漢ウイルスの影響か遅れているようです。2番艦カーディフも2019年に着工しており建造中です。グラスゴーは偽装中で引き渡し日は未定のようです。最初の3隻がバッチ1、次の5隻がバッチ2となる予定です。またオーストラリア海軍、カナダ海軍もこの26型大型フリゲートの採用を決定し、オーストラリアは少し独自仕様を入れイージスシステムを採用し、さらに大型化しています。満載排水量は8800トンに増加しており、ハンター級フリゲートと命名しました。9隻を建造する予定です。カナダは最大で15隻を調達予定です。カナダの仕様はまだ不明です。瞬く間に30隻以上の採用が決定しています。開発元の BAE システムズ社の設計思想は大英連邦各国の海軍に受け入れられたようです。26型はグローバルコンバットシップと銘打って、モジュール化と多用途性を念頭に置いて設計されています。艦中央部に設置されたモジュール区画は、モジュールを変更することにより、上陸用集艇搭載スペース、輸送用コンテナモジュール、作戦司令室モジュールなどを搭載可能です。作戦司令室モジュールは、上陸戦や特殊任務の指揮センターにもなります。このモジュール区画を用意したことにより、多用途任務艦として、非常に高い評価を受けたようです。モジュールは、今後も増えていく予定です。おそらくは、医療用モジュール、ドローンモジュールなども採用されると思います。これにより、哨戒、対戦、対艦、対空、特殊部隊支援任務など戦闘艦としての任務は当然ながら、海上警備、海賊対策、テロ対策、人道支援、災害救援活動など、多岐にわたる任務に対応可能とされています。26型の諸言は以下の通りです。ハンター級は少し変更になっている箇所がありますが、別途記載します。26型には対戦型、対空型、汎用型がありますが、英海軍が採用したのは8隻すべて対戦型となります。レーダーや対空ミサイルなどの防空システムは最低限と言って良い程度のものに感じます。特に、対空ミサイルは、射程 20km ほどの短距離ミサイルで、固艦防空が主任務で、両艦防空能力も持っていそうです。
対潜専用ですが、アスロックは搭載しておらず、対潜ヘリ搭載兵器と3連装単魚雷発射管から発射される単魚雷のみとなります。対艦または対地巡航ミサイル用の VLS を1機24セル搭載しており、任務に合わせて搭載数を調整するものと思われます。対艦、対地能力は結構強力です。次に、ハンター級として独自仕様に変えたオーストラリア海軍の26型の初舷です。ハンター級の最大の改良点は、イージスシステムを搭載して防空能力を強化していることです。タイプとしては対空型となりますが、ソナー類も2種類、ヘリも2機まで搭載可能です。ただし、2機搭載する場合は、モジュール区画をヘリ格納モジュールとする必要があります。そのため、対戦能力もかなり高いと思われます。VLS は、マーク41、24セルを3箇所に配置しておりますので、場合によってはアスロックも装備可能かもしれません。レーダーは、オーストラリア国産のアエサレーダー、シーファー2を搭載しており、イルミネーター用に、X バンドアエサレーダーも別途搭載しております。レーダー面は、4面で全周をカバーします。レーダーの探知能力については、メーカーのサイトなどを調べましたが不明でした。ただ、レーダーモジュールのサイズや数から 300km から 400km と推定されます。イメージ図では、上の小さなダイヤモンドアレイが X バンドイルミネーター用で、下の大きなダイヤモンドアレイが S バンド捜索・追跡レーダーとなります。ミサイルは、艦隊防空用に中距離艦対空ミサイル SM-2 を採用しており、将来的には SM-6 にも対応する可能性があります。固艦防空及び両艦防空用に ESSM ミサイルも装備しています。防空能力はかなり高いです。英国の空母打撃群や米国の空母打撃群に参加する際は、艦隊防空を担える能力を持っています。5インチ単装砲は、英国の26型より、砲身の短い54口径を採用しています。26型は62口径です。防空ミサイルが充実しているので、射程の長い砲は不要と判断し、予算を抑えたのでしょうかね。26型は、大きな船体に、様々な兵器を搭載可能で、各国の海軍の要求に応えられるだけの、十分な拡張性を持った艦です。近藤は、個人的には素晴らしい艦だと思います。カスタマイズ内容によって、各国海軍の用途に合ったベストな艦となるでしょう。省力化されており、乗員も削減できています。素晴らしいでしょう。日米豪印戦略対話に参加の豪州が、高性能な艦を導入してくれるのは頼もしい限りですね。潜水艦導入は相当グダグダになっていましたので、このフリゲート艦は順調に配備していけると良いですね。英国も、この戦略対話に参加する意向とのことなので、対中包囲網が強化されて素晴らしいことだと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。Thank you for viewing. See you next time. Bye bye.